久保さん、志村けんでいきましょうか。一つのことをやり続けろよと、志村けんさんも言ってますね。これ、一つのことをやり続けるって、僕、すげえ大事だと思いましたね。ただ、その、何、その一つを何にするのかっていうのが、まあ、この前提条件ですよね。この一つのことをやり続けるっていうことは、すごい大事なんだけども、その一つを何にするのかっていうのが、最も大事かなと思います。 もしその一つは誤ってしまうと、例えば久保さんの場合だったら、マージャン店をやり続けた場合、今の生活はまあ100%なかったと思います。マージャン店を一つのことを続けろよ。マージャン店を続けてみたら、今多分ね、今の、今の人生には間違いなくなってないと思うんですね。まあ分かんないです。未来のことは分かんないんで <laughs> ん、またち違う人生があったのかもしれないですね。うーん ただまあ僕の、僕の見解で言うと、うん僕のあくまでも見解ですけど、うん、今の生活は絶対無理だったと思います。絶対ですね。でも未来のことなんでわかんないですね。麻雀店でもしかしたら成功してたかもしれないし。でも物理的に、その何すかね、あのー、いろんな問題があると思います。店舗も、店舗も抱えてるし、従業員も抱えてるので。 まあ久保さんとの共通ポイントとして、従業員とのやり合いが、いろいろあったと思うんで、それの問題が生じてくるんですよね、人を雇うとう。だから、なんか、自由というかね、そういう、なんか、あんまなかったんじゃないかなと思いますね。お金は稼げてたとしても、なんかいろんな問題はあったのかなと。まあ、今も問題あるかもしれないですけども、 マージャン店で抱えている問題と今の問題っていうのは違うと思うんですよ。うん。そう。なんからこう、一つを何にするのかっていう、僕はやっぱその、まあ全員がそうじゃないとは思いますけど、僕は自由になりたいと思ってたんで。だから当時ネットビジネスに憧れた理由は、その昔はブログアフリエイトですか、うん、で、そのブログが稼いでくれるみたいなね。 あなたが遊んでいても、あなたが寝ていても、ブログが稼いでくれるんですって、すげえな、みたいなね。うん。久保さんが寝てても、YouTube で久保哲郎が喋ってるしね、僕が寝てても、遊んでても、YouTube 上の僕が喋ってくれてるし、<laughs> まあ、ブログなのか、YouTube なのかって、今はね、YouTube も出てきましたし。うん。まあ、僕は自由になりたかったんで、ネットを選んでよかったなと思いますね。てか、ネット以外自由になれないんじゃないかなと思うんですよね。 うん、まあ人を雇うっていうものもあるんだけど人にやらせるっていう方法もあるんだけど結局ね人が滞在すると面倒くさいんですようんまあ動かなかったらどうすんのって話でじゃ全員ロボットじゃないんだよねロボットじゃないんですよ人間っていうのはでやる気ある子はやめてくし <laughs> そもそも <laughs> やる気ある子はやめてくんですよ あの独立したりとかするしね、うん、定着させてしかもずっと働いてもらうっていうのはかなり難しいですようんまあ僕はまあ行き着いた答えはネットを一人でネットをやるっていうのがあの一番自分の時間自由な時間を作れるんじゃないかなと思いますねただその自由の時間じゃなくてそのやりがい、えー、そのひ人それぞれやりがいって違うと思うんですよ うん、なんか体をめちゃめちゃ動かしてお仕事したなっていうような体を動かした方が仕事したぜって思う人は、ね、ただパソコンカチカチやってなんか喋るだけだったって物足りないと思いますし、うん、だからそれはまあ人それぞれ変わってくると思いますけどただ僕の場合は自由なんで時間的自由どこでも仕事ができるここに憧れてたんで、まあ、ネットしかないかなってだからネットを選ばないと もうそもそも無理だったっていう話ですね。うん。いってらっしゃい。